ちょっといいかな。雑誌のカメラマンをやってるんだけど、写真を撮らせてもらえるかな。何の雑誌ですか？ティーンズクイーンって知ってるかな？知ってます。女子高生はみんな読んでいます。もしかして街で見かけた可愛い子ですか？来月はサイン特集なんだ。時間があったら何枚か撮らせてくれるかな。本に載るんですか？ああ、俺の一押しだ。ピッチすごいじゃない。君も一枚取ってあげるよ。いいんですか？あ、そのままでいいよ。そうよ。ティーンズクイーンに写真が載ると思って、学校だけじゃなく東京に出て女優になるとまで言った。載ったのは私じゃなくて。最初は人助けのつもりだったのよ。それがどこかで歯車が、彼女はどんどん変わっていった。まるで文の綾になるように。悪いのは西野さんよ。親友のくせに彼女に冷たくし、どうして15年も前のことで。そんなに知りたいなら教えてあげる。あなたが文通していたのは文の綾よ。いいえ、あれは文の綾さんよ。岩見地方の姫ヶ森の姫の伝説と同じ、死んだ綾さんが帰ってきたの。ママ、まだなの？あ、ごめんね。さあ、帰りましょう。これ以上話すことはないわ。もう私の前に現れないで。お帰りなさい。それなら話してくれるかも。秘密って荷物みたいなものよ。もっ、今日はもう終わりだ。
私の名前がアヤだって言ったら急に。どうも困るか。ここのマスター突然顔色を変えて訳も言わず。今日はもう終わりだ。よりによってあんたか。出て行け。出て行けよ。お客さん、ふみのあやさんを探しとるって今頃になって。そうよ、あやさんを探しちょう人が。容姿端麗という言葉がぴったりの人よ。その上、スポーツ万能、絵も上手で、とても優しい。ごめんなさい。遠足なんかの行事で人数を数えると一人多いとか、その手の噂は。聞いたことないけど。それはおかしいわね。でもあそこに幽霊が出るとしたら、そりゃ幽霊の定番といったら、亡くなった人が蘇ってくる伝説が。もう忘れたわ、小泉八雲記念。それじゃあ